気になる男第196話ですね。久保さん、こんにちは。おはようございますかな。えっと、補足の補足、補足の補足までいただきましたね。えー、そこで YouTube の顔出しするしないってお話をしていただいたんです本当にこの、なんだ話題っていうのは、まあ、賃貸、持ち家か賃貸かっていうね。 いうところにあるかもししれませんしもう当然ね、売り上げっていうところを考えれば、顔出しする、しないっていうところに大きな差はあるのかもしれないですけど、まあ、それでもね、えー、いろんなところ、まあ、その人が本当にできる、できないっていうところがあるので、本当にそこっていうのはいろいろ考えるところもあるなっていうところをお話し聞かせていただいたんですけど、今回はですね、えー、あなたが YouTuber として成功する確率診断だみたいな、ね、感じでちょっとお話できればいいのかなというところでは。 え進めささせてください、えーまあ、YouTube でオリジナル動画をね作って、まあ、YouTube ってオリジナル動画を作って作るわけですから、まあ、そこでお金を稼ぎたいとんただ FX をするただ株を作るその数字のねこう線が上がったり下がったりっていうの表現悪いかもしれませんけど上がったり下がったりで銀行口座にねお金がチャリーンって入るのもまあまあいいと思うんですけど、まあ、それ以上何かをこう感じながらお金を稼ぐっていうのも一つの ところかまあ、単純にでもお金だけが稼ぎたいというのはその株とか FX とかも,も現金をつかみ取りたいがため取りたいとこをやればいいと思うんですけどそれ以上何かお金を稼ぐ上でもう一つね、えー、人生のエッセンスを感じたいというところの方はこの YouTube をやるのは非常にいいんじゃないかなとは自分は思ってるんですけれども。 でも YouTube でねお金を稼ぎたいって思うんですけどやっぱねこれなんですね続けていけるかどうか不安だなっていう、まあ、やってみて、ね、すぐやめちゃう,うとやっぱり。 嫌だなーって思うところがあると思いますしまあそこって不安の不安な方多いんじゃないかなと思ってるんで、まあ、今回はね YouTube に向いてる人参戦みたいなねお話をさせていただこうかなと思っててでこれをねまあ見ていただいてそれで、まあ、自分がね YouTuberYouTuber、まあ、you としてとか YouTubeYouTube、まあ、you をする人はみんな YouTuber と自分を持ってるんで YouTube を,を,を動画を撮る人これは全員 YouTuber ですんでねでお金稼げてる稼げてないそは差はあるかもしれませんけどその中で えー、考えていただければいいのかなと思っております。はい。というところで見ていきましょう。はい。それで、あ、ちょっと今、飛んだ、飛んじゃったんですけど <laughs>、えっと、じゃあ行きましょうかね。それで、この YouTube に向いてる人3000ですね。YouTube に向いてる人3000ということで、まず1番ですね。1番。まずこれかなと思ってて、ま,あ、まずうん、この表現することが好きな人っていうところが、 YouTube、YouTube として、まあ、YouTuber としてね、えー、やっていく資質があるんじゃないかなとは思っていて、まあ、当然、やっていくうちに YouTube ですから、まあ、ブログでも何でもいいんですけど、ネタが当然尽きてしまう問題があるんですよね。それはねずっと普通に喋っていったら、自分の中にあるものってどんどんなくなってきますからね。まあ、あ,ある思いが溢れ続けられる人はまあいいんでしょうけど、そうなってくると、やっぱりこの動画にして、 その自分の言葉で思いを伝えたいっていう気持ちこれがあると意外とそのじゃあ次なんか喋りたいなと思った時にこうやっぱ調べるんですよね、まあ、なければ喋れないんですねじゃあなん,かこのなんか話題どっかから取ってこようかなと思ってまあ本読んだりとかまあその歩いたりとかなんか見たりとかいろいろ調べ出すんですよねだからこのまず根底としてその当然これは絶対発生してしまうんでその 表現することが好きっていうとなんかこうやっぱり色々思いつくんですね。あ、これなんかどうかなと思ったり。そういうところっていうのはこの自分で言葉で何かを伝えたいって思う人はすごくいいのかなと YouTube で。まあリアルでね、誰かにこう聞いてよ聞いてよって言ってこう声かけても誰もなかなか聞いてくれなくても、まあ、動画にすればね、聞いてもらえる人がいるんで、まあクリックしてもらえるんで。 まあそういう喜びもありますよ、ね、誰かにも、わざわざね、ちょっとすいません、ちょっと僕の話聞いてくれませんかって言って、なかなかね、聞いてる人、聞いてくれる人がリアルでいなくても、まあ、YouTube は簡単にスマホ1台で撮れますからね、それで自分の言葉にして、なんか表現するみたいなことが強い人っていうのは、YouTube にすごく向いてるんじゃないかなと思いますね。そしてね、それをすることによってお金を稼ぐっていうことにつながれば、非常にいいかなと思いますね。 はい。そして YouTube に向いている人。3選2番ですね。2番。じゃあ、これはこれです。やっぱり人を大切にできる人なんですよね。だから YouTuber ってちょっと意外と、意外や意外、いや意外かどうかちょっとわからないですけど、その、YouTuber として活動していく中で忘れてはいけないことが一つあるなと思ってて、で、これ何かっていうと、自分はスマホに向かって喋ってる。自分はパソコンに向かって喋ってる。うんなんですけれども、ここですよね。 えー、動画のその先には人がいますと必ず視聴者さんがいるっていうところここが少し分かってる少しでも感じれる人っていうのは YouTube してて非常に意味があるかというか素質が,あるんじゃ資質があるんじゃないかなと思うんですね。それでその視聴者さんの反応とか リクエストとかもああ、人がこれいるなっていうのが感じる特にライブとか朝6時久保さんの後に6時やっぱライブさせていただくことによってやっぱ自分もそれはすごく感じるんですけどあ人はいるなっていうねいやこれに関しては収録なんで、えっと、今この目の前で誰かがいるわけじゃないんですけどこれを聞いた人がねあこう感じるだろうなあ感じるだろうなっていうところをこう感じながら、まあ、お話ししてるところはあって なので、それをね、えー、こう、リクエストに敏感に察知してね、こう、動画制作に活かせる人っていうのは非常にいいのかなと、YouTube 活動する上でですね、まあ、きっと、自分のこの放送が誰かの役に立つだろうって、誰かの役に立つためにきっとやってるんだっていうところを考えていけると非常にいいのかなと、もちろん、再生回数だったり、高評価だったり、そこで、なんてか、数字として現れるところあるんですけど、それ以外のところですね、それ以外のその、視聴者さんの気持ちとか、うーんと、 うん、い,いると、その先にいるんだよっていう、このいる、感じれるっていうのがね、非常に、まあ、言葉ではちょっと難しいかもしれないんですけど、表面的に今この場面ではいないかもしれないんですけど、それを感じながら放送できるっていう人っていうのは、すごく、なんか、まあ、感受性が豊かっていうと、あれなんですけどね、そういうところがあると、すごく資質としていいんじゃないかなと思いますよね、本当にうに、ん。 完全に無機質にパソコンに向かってたスマホにこうお経を唱えてるのは違うとまあ普通 YouTube とかねお経を唱えながらね話す人はいないと思うんですけど、ね、ボソ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 みたいなね、まあ、じゃなくてえこれは伝えてるんだよと誰かがね <laughs> いるんだよっていうところが分か,分かれる人はいいんじゃないかなと思いますねはいというところで YouTube 向いてる人3選これ最後ですね3番えー、これやっぱ ここかなと、新しいことを結構好きな人が多いんじゃないかなと思っていて、もう探求心あふれる人って言い方でもいいと思うんですけど、意外とこの YouTube をやるときに、一番初めに言ったネタが切れるっていう問題が当然あるんですけど、そういったときに、やっぱ意外と流行りのものをこう取り上げたりすることもあるんですよね。まあ、当然そういうものも視聴者さんが求めたりしてるんで、意外と自分が流行りのものを取り上げてる、要は流行りのものって何かなって考えたり、ヤフーニュースとかね、そういうのをこう、 さっと見たりするっていうあ今これがね受けてんだなみたいなもう常に新しいネタを模索してるというかなんかないかなみたいななんか面白いことねえかなみたいな最近退屈だなみたいな自分が退屈だなみたいなじゃあちょっと面白いことないかなって言ってこう探していくっていうところ、まあ、そういうところを少しこう 遊び、小さな遊びをエッセンスとして取り入れることができる人っていうのが you に YouTube に y o u t u b e ーとして向いてるんじゃないかなと思っていたりあとはここですねもう視聴者さんが求めていることを、まあ、自分も求め続けるとだから視聴者さんがこれきっと求めてるだろうなというのを感じてじゃあよしじゃあちょっと調べてみるかよし一丁ちょっとやってみっかみたいな前回、えっと、久保さんの話で。 えっと、あの不得意なことも得意にしましょうっていうところで、まあ専門外なとこか、専門外なことも存在しないみたいな、えっと、補足動画かな補足動画で撮ってた、あれ補足動画でしたっけ補足動画じゃないのか。<laughs> あ、普通の動画の方か。あふ、不得意分野でも糧でしたね。そう,そういうところで、いや、これ俺ちょっとできないんだよなと思いながらも、まあできないながらも、ちょっとじゃあやってみっかっていう、そのなんだろう、好奇心的なことですよね好。好奇心的な感じで、これできんだから、 これもでうんまあそういうちょっと気概というかまあまあいやちょっと小さなノリじゃないですけどねまあ、やってみっかぐらいなね感じでこうよしよし例えば視聴者さんから視聴者さんとかねまあ自分の熟成さんで言うと質問されたら「これ全然わかんないな」っつったら「じゃあちょっと調べてみます」つってね調べてみたら「あこれこういうことでしたい、ね、みたいなこうちょっと全然自分が全く知らないことでもう斜め45度かわかんないですけどそういう。<laughs> えこ,この質問、これな、なんだろうみたいな、この質問なんだろうみたいな感じで来た時も、調べてみたら意外とね、あこうこういうことありましたよ、みたいなね、ああ、なるほど、こういうこと聞きたかったんですね、みたいな、ちょっと自分も勉強するみたいな、質問して、質問されてね、あんなやね、こんな質問してくんじゃねえよ、じゃなくて、あ,あこの質問面白いですね、みたいなね、そういうなんか楽しみがあるというかね、人生をこうエ,ンターエンタメでね、少し過ごせる人っていうのが、YouTuber として、こう、やらって、 非常に楽しいいんじゃないかなかと、まあ、要は自分自身が新しいもの好きでかつね自分自身もどんどん楽しめるみたいなねいうところをやっていく人っていうのは YouTube に向いてるんじゃないかなと思っていて会社でやっぱりね会社って結構そのマンネリ的なところで同じ仕事をし続けるっていうことがあると思うんですよもちろんその中でいろんな楽しみとか自分で見つけてる人はいるんですけど大概ある程度10年とか15年とかやっていくと、まあ、20年とかやって、まあ、20年自分行ってないんですけど15年以上やっていくと大概やっぱもう覚えるわけですね、まあ 新しいことってやっぱなかなかこう見つけにくいなっていうところがあったところで YouTube 活動をしていくとね思いもよらぬ発見とかねあこんなことがウケるんだとかこんなことを視聴者さん求めてるんだこれ意外と自分でやってて面白,いな面白くなかったことが視聴者さんが実はねあそれ面白いよって言ってくれたりとかこういろんな発見あって意外とその人生の起爆剤になったりもして非常にいいのかなと思ったりもするんですけどね。 はい。ということで、えー、今回、顔出ししないではなくて、顔 <laughs> しないではなくて、えー、顔を出す、出さない。まあ、関係なくね、この YouTuber の活動としてね、資質が、まあ、あるというか、ないというかね、そういうお話もちょっと、診断という形でやってみたんですけどね、まあ、どうでしょうかね、本当に、顔を出す、出さない。まあ、それは,は入りとして、どっちを選んでもいいと思うんですけども、その中で、えー、自分がどういうふうな、えー こう気持ちでね、やっていけるかっていうところも考えていくと、非常に YouTube 続けやすいんじゃないかなと思います。ということで、12月20日火曜日ね、久保さんとズーム対談ありますんで、もうぜひね、この顔を出す、出している、出し続けて10年の久保さんのね、顔を出していない YouTuber として活動している自分とね、なんかいろんなお話ができて、それを聞いたところでは、あ、おし、俺も YouTube やってみるか、よし、YouTube でお金稼ぐってやったことな、やったことやってたんだけど、なんか続かなかったな、続かなかったんだよな、みたいなね、そういう人が、 もう一回ね、やってみるかとかね、初めてやるわ、みたいな方がね、聞いて、そしてもう一回モチベーション上げてやって、このね、年末年始、そして2023年に向けてね、新たな、新たな活動スタートを切ることができると非常にいいんじゃないかなと思ったりもいたします。ということでですね、12月体験プログラム先行割という形で、ズーム階段までね、一応この先行割やってますんで、もしよかったら声かけてみてください。ということで、今回、あなたが YouTuber として成功する確率診断というお話をさせていただきました。果たして あなたは YouTube に向いているんでしょうかそれじゃ向いてないんでしょうかまあね、自分の心の胸に問い合わ,ああ手を合わせてみて、ね、そしてね、まあ続けてやってみるっていうのも一つの手なんじゃないでしょうかということで気になる男第196話こんな感じで終わっていきます。コウさん次も第197話もよろしくお願いします。そして視聴者の皆さんね、また気になる男でえ次回も会いましょう。それではまた、バイバイ。